はい、ええー、それ二千二十二年向け、えー、スマート攻略講座のガイダンスというところで学習プラン編の方を始めていきたいと思います。えー、担当はレクシングごしょ弁理法です。みなさんこんにちは。はいええー、とカリキュラム編の方が、えー、最初になっておりますので、もしねあの学習プラン編から、えー、ご覧になっている方はカリキュラム編から先に見ていただいた方がよろしいかなと思いますはいで学習プラン編の方はまああのカリキュラム編の話した内容を前提にですね、まあもう少しあの細かい話をしていこうかなというふうに思っていますと。 でさてまあ最初にですね、まあ、お話前回もその前回というかね、えー、カリキュラム編でも話したようにまずこの講座というのは何のための講座ですかというところでもう同じことですよ便利子試験ですよいいですかここの結局大事だからもう大事なことだからもう一回言ってますよ便利子試験と。ね、で便利子試験っていうのはね前回も言ったと思いますけど便利子としてどう考えるべきかというところと試験としてどう点数を取るべきかと。で特にねここなんか面白いのはね 担当試験はまだいいねよ、ねまあ、まあまあ5択なんだけど5四択1式だから、まあ、何点取るかって大体皆さん目標があるわけよ45点取りたいとか60点満点中ね。ところが論文試験ってさ、まあ、イメージ的には手書きでね書かなきゃいけないのよ。手書きで、まあ、A44 枚書くんですけど目標はって聞いた受験生で何点とか何割って答える人ってほぼいなくて、うん、項目落とさないように書きますとか。 ね、内容が正しく書けるようにしますとか間違いないようにしますとかね急にに抽象的ななっちゃうの試験としてて点数を考えてないの論文試験も大学の評論とかねそういう大学の論文じゃないから試験ですからこれ点数つきますんでだから点数を取るっていう考え方が実はものすごく大事です。 だから皆さんもその点数を取るっていうとこですね。で特に今その点数を取るっていうのが常に試験範囲から逸脱しないっていうことが重要なんだということをもうこれを意識してほしい。でもうこれ最初の頃は皆さんそうね何となく理解してるんですけどどうしてもどうしてもやっぱ忘れちゃうんですよ勉強していくと。なぜかっていったら皆さんがよくできるから。さっきこのやりね前回のガイダンスでもねお話ししたようにやっぱ皆さんねよく勉強ねやっぱあの勉強できるんですよ。 弁理士試験目指す方ね、やっぱり、ね、勉強できます。やっぱお話しててもそうですよ。皆さん非常に優秀な方多いですね。うん、私は本当にね、いろいろ本当にもう受講生の方、でっ話を聞いてると、あ、やっぱすごいなって。やっぱ尊敬する人が多いですよ。で、その時にね、やっぱりできるがゆえに、ついやっぱりこう突き詰めちゃうのね。うん、例えばこ、こう、じゃないか、ああじゃないか。で、そうじゃなくって、やっぱ試験で答えが出るまでで踏みとどまれるかどうかって実はすごく大事。 うん、で今までもね例えば短期で受かる方やっぱ1年とか、まあ、遅くても2年で受かるまあ1年で受かるた方はね結構大変なんですけど、ね、ただまあ,あの1年で受かるかどうかっていうのは一、まあ、つは時間が当然ありますね勉強時間かけられるかどうかっていう運動があってで2年はやり方さえ間違えなければ2年で合格するところはあのしっかりいけるところですね。うん、で やっぱりね優秀な人って面白い前ねやっぱり自分の受講生の方でも、まあ、質問してくるじゃないですかで質問してきた時に結構聞いてたのが「これって試験に出ますか?」って、ね、聞く方いるんです,いんですよ必ずでこれは試験出ないよとかあんまあ、ここはあテストで聞かれないねとかあこれテスト出るよとかっていうだから答えてたんですねでその人はね「試験出ますか?」とか「他の人ってこれってあの結構できるんですか?」とかっていう引っ越しとかいたんですよ、うん、でもその人は早かったですね年年で担当受かって2年目論文受かっちゃいましたね うん、やっぱそれって <laughs> あの要するにもうその人って試験に出ないよとか他の人も間違えるよって言ったら結構あっさり諦めるというかもう引き下がるんですねあじゃあいいですみたいな、うん、答えだけ聞いてねうんみたいな感じで,で逆にあの出るよっていうとやっぱ食い下がってきましたねやっぱちゃんと理解しようっていうだそういうやっぱ試験っていうところを常に意識するってことがすごく大事だと思ってますでこれはやっぱり勉強で捉えちゃいけないっていうのは明らかで,で前回もちょっと言いましたけど結局期限っていうのがあるわけだ ただ勉強でも宿題でも期限ってあったよね。よく、ねいつまで、いつまで宿題出しません。あ出しませんじゃねいよ。いつまで宿題出してください。もう出しませんって言ったら出さなきゃまんまんだけどね。<laughs> あの出してくださいね例えば、えー、夏休み終わって9月1日が始業式だと、ね。9月1日に宿題出してよとかって。そういう話があるわけだで。その時にある受験にの、ね、学生さん、生徒さんが図書館が休みだったと。ある程度もできていると。で、グラフかなんかをね、あの思いついて、ね、入れたくなったと。一生懸命調べたと。 で明日調べればいいけど、ねうん、完成すると。明日調べればいいのは完成するんだとで。図書館に今取り寄せてます。って言ったら、まあ多分先生としては、うん、なるほどと。まあここまでやってるんだから、ね、期限過ぎて提出しても、じゃあ追加して出してごらんよっ。っていうふうに言うんじゃない、ね、せっかくこの学生さん頑張ってるわけだから。ねまあ、大学とかならばまた別だけどね。だからケースはまあものにもよりますけど、ただまあこういうこともあり得るでしょう。十分。勉強の場合ね。 ところがさこれ仕事を考えていただければいいんですけどね期限日ありますと、ね、システムほぼ完成してるんだけどね月曜日からこのシステムを動かしたいと、ね、例えば銀行でもいいですよでもまあ今完成ほぼしてんだけどねあともうねここの機能をこう改善すれば水曜日にはめっちゃいいシステムになりますからって言われちゃったとだから期限過ぎて納品しますよって言ったらさいやね月曜に本来欲しかったのにじゃあ月曜と火曜日どうなっちゃうのっていうことになりますよね だからこれってアウトなんです仕事の場合はだから必ず期限納期我々もそうですけれども、まあ、結構ね自分なんかも仕事で、まあね、お客さんで無理を言ってずるずるやることもありますけどただやっぱり絶対的な期限があるもん例えば中間だとかね、まあ、中間というのは拒絶流とかが特許庁から来るわけでそうすると期限が切られるわけで我々の仕事って全部期限があるんですよ。その時に期限過ぎちゃったらやっぱこれアウトなんですね。 でその期限というのはすごく重要な、われわれの弁理士としてはすごい重要なことで,で、期限は絶対過ぎちゃいけないんです。で皆さんも、弁理士試験、まあ、仮に例えば来年5月のね、ああ例年通り、5月の第3週にあるとしましょうよ。例えばスマートコース、ね、これ取っていただければ、絶対にもうね、担当試験は50点取れる力が身につきますと。すごいね、<laughs> 50点、講座完璧ですと、ね。予想問題も出てますと。 来年の7月1日になったらすごいですよと。ね。取らないでしょ、講座。だって、7月1日に50点取っても意味ないじゃない。試験5月、ダッチしたそうだよね。だからそこなのよ。だから必ず期限があるんだと意識していただきたいて。だからこそ、やっぱりね、その勉強の期日までに終わらせるってことは、それは突き詰めちゃいけない。ね、ちゃんと点数が取れるところで打ち切ってほしいというところあります。 でそのためにはやっぱり私が提案しているこの講座っていうのは、まあ、じゃあ何をやってるかっていうと前回言ったようにまずは担当コレモンっていうのを実は早い段階から使っていきますで担当コレモンはまあ入門講座の段階からもうこれお渡しはしてるんですけれどもまあ実際あの講座で使うのは重要項目からですで入門講座の時は皆さんにお渡しするだけですねで皆さんに自主的にやっていただいてます うん、あととちょっと説明しますけど単独でもちょっとこれ見にくいんですけど小さくてどういう構成になってるかというと条文があってこれね、えー、とこれ今ちょっと意証法の14条かな、うん、条文があってでここに「これポンってこれあるんですけどこれポンってあってでこれ問題があります。うん、でこれどうなってるかそうとねこれ「これポンっていうのは何かっていったらこれ過去に2回以上出ている、まあ、論点って我々よ言うんですけど、まあ、いわゆる問題のポイントだね。だから回答の根拠となっている ね、これはこうこうこういう理由で丸ですよとかっていう根拠になってるのが過去2回以上出てるものです試験としてその条文で。だからということはここでで出ているその論論点点は必須論点です要するにもう過去問で何回か出てますよとということは来年も出る可能性が高いだからまずはこれを攻略することが大事重度としてはでこれが分かった上で残りの条文の過去問を見ていく。 これがわかんないのに、次の情報を見ようと思っても、これはできるわけがないですね。うん、でだいたい担当試験受からないよ。という人はまずここができてないです。毎年出るよってところが間違えちゃう。優先度が違ってくるんですね。と、うん、いうことは、まず皆さんの勉強で学習カリキュラム的には最初にやっていただきたいことは、まずはこうやって繰り返し出ている論点をしっかりやっていただきたい。うん、で、それがまず、もう入門講座、重要項目攻略講座でずっと続いてあるところです。 ここをまず完璧にしていく目標としてはターゲットはここですこれポンって書いてあるところですねうんこれポンでそれが終わったら上それでも条文の過去問ですだ今度は過去問出てないものある,あるわけですよ過去問で問われてないところそれはもうそのさらにその下です優先度で優先度 ABC なんですこれはでところが <laughs> ねあの要するにこっちの条文からやってっちゃうとそこの優先度がひっくり返っちゃうので,で結局 ここも間違えるここも間違えるっていうことになっちゃうと、ね、どこやっていいか分かんなくなっちゃうから,からまずはここをしっかり押さえるということです。で「担当コレモン」っていうのは問題文ごとに全部のね「特実遺書」べて過去問にこうやって条文ごとにまとめてます。この条文はこの過去問だよって、ね、これ平成10年からね全部まとめてるんですけれどもそうするとこれ、ね、ちょっと見てほしいんですけどこれちょっとね、えー、と画面上皆さん見えないんですけどちっちゃくてねじごめんね。これ特許い遺書法の32条 条これ見てみてこれ問題1問しかないでこれって1問1問ですということは出題頻度かなり低いんですよ平成14年から令和2年までの問題がこれ全部これ問題入ってますそして1415161718192021232425262728293031年だったっけもう令和元年か令和元年で令和2年で追放ってのがあるのよだから全部で15年分だ。 これ15年分の問題があってたった一人だめちゃめちゃ重要度低いよねうんないのもあるわけしたらこの条文ってさ今勉強する必要なくない最初からねえ飛ばしちゃっていいじゃないそういうことができるわけうんそういうふうにあの判断してほしいあこの条文あとでいいやで逆にめちゃめちゃ重要な条文っつったらさすごい出てるわけもう毎年出てるような条文もあるだそれは優先度高いよねだそうやって自分で勉強する時にあ 過去問少ないから今分かんなくていいやっていうふうに判断にも使います。はい。そういった意味ではまずはこの条文ごとについても何をなんですかねこうベースで押さえていけばいいかっていうのはもう過去問ベースです。で入門講座の段階でまずね担当これね二つ書いたっていうのはなぜかです。ねこれこれもんってねね二回来るんですよ。で最初にまず一発目いきます。なぜかです。今の担当試験終わってないからとりあえず令和二年までの入っているのがありますからそれをまず一旦お渡しします皆さんに。 でね、何をやっていただくかっていうとで、これね詳しくやり方は講座の中で言いますけど四方対象と条文書がありますこれね「特実遺書」ってね並んでるパテックさんっていうところが出している法文書があるんですけど条文ね書いた本がでそれがね結構隙間があるわけでそこの条文に過去問のどこが出てるかっていうのをチェックしてほしいのでその作業をね実は入門講座中やってもらうんです皆さんに各自。 最初わかんない全然どこ出てるかでいいんですいいんですそれでそれでもいいのでもこのね落とし込みって私よく言ってるんですけど落とし込みって作業ね、うん、これきっちりやった人は結果その後の担当試験でめちゃめちゃ出てますやっぱりスマートコースなんかでもう1年でよかったよっていう人はやっぱり落とし込みをまずそこでしっかりやってますね本人よく分かってないですよ最初の頃だからよく分かんないけどとりあえず言われたからやってみようって言われた範囲でやってうんだから分かんなくて突き進むわけよ で2パターンの人がいるわけねここで、うん、あの分かんないからやめちゃうっていう人と分かなくてもいく行くぞっていうパターンの人がいるんですけどやっぱね受かる人はそこね分かんなくてもまず分からないんでやってみよう。うん、でこれも落とし込みに関しては、ね、毎年このやり方でやっていて先輩受験生もそこでやってみてるわけよ皆さん宿泊ハックしながらねでいいんですそれで最初。うん、でやってみると実はここでかなり基礎力がつきます。うん、かなり基礎力つく そしたらもう担当試験来年のね担当試験結構結構ね四十後半とか五十ぐらいは取れるまでいきますね。うん、だそこやっぱきっちりやっていただくことが大事になります。だもうやることは自体も明確です。まず最初は担当のこの落とし込み作業をやればいい。だそれだけなんです。これ担当に関して。うん。でさらに例えば細かい規定ってあります。でまだね勉強しない人はわからないと思いますけど、皆さんが勉強するとね疑問とねいくつかあるわけよ。例えば審判。 ね、これまあ特許庁に対してこう争う制度とかあとはね PCT これね条約っていう科目があるわけよ。で条約って科目はめちゃめちゃ難しいです。これなぜかっていうとねこれさっき言った、まあ、いわゆるこれもみたいなやり方が通用しないのよ。試験範囲がいろんなとこから出てきちゃう。でそれをどうするかっていうとまずこういった科目は流れをしっかり押さえていただきます。 で私の黄砂の場合はちゃんとこの流れをまずこういうねまあこっちは一部抜粋してきてますけどこういうねこういうふうに流れるよっていう。でこの条約とか審判、まあ、向無効審判とてがるんですけどそういう複雑な規定はまず流れを抑えた上で条文を抑えていきます。じゃないともぐらたたきになっちゃう一個一個の知識がここかなあそこかなここかなってやっていくと穴ぼこだらけになっちゃうんでそうなかなか難しいです。まずは流れをしっかりでちなみに この PCD と無効審判は苦手な人が多いんですけどここだけはねごめんなさい流れを100%理解してください100%理解するまずねこの流れを理解してしまえばめめちゃめちゃゃ担当を解きやすすくなります、うん、これも今までの受験生もよくそう言ってますしいや本当嘘だと思ってねこれ流れ分かったら答えできたうん、ね、おうさんくさい通販番組みたいですけどいやこれほんとにただ逆に流れが分かってない限りはどんなに過去問解いても解けるようにならないです だからまずは流れをしっかり理解をする暗記じゃないよ理解をするしあともう一個ねこの流れを理解するのともう一個ね p c d とかこれ複雑なのってね面白い規定がいくつかあるのうんここに書いてあるように基本ルールっていうのがあります PCT まだ勉強してないからわかんないかもしれないですけど例えばここにねこれ、まあ、これ国際調査報告って書いてあるので国際調査報告ってねこれ矢印がこれねあるここに矢印わかるこの矢印 矢印がこれ手がね2本出てん、ね、これ私が講座の中で行くんですけど手が2本ヒュイって出てるの。でこれ必ず PCT って手が2本出るんです。すなわち出願人とこれ国際事務局に行ってるんですけど必ず手が2本出る。だから出願人に例えば教える時にこれ国際今国際調査機関でね、まあ、まだ分かんなくていいんだよ分かんなくていいんだけど国際調査機関って例えば誰かに言って誰かに言うってことはしないんです。必ず出願人と誰かに伝えるんです2か所に。 だから出願人は別にまたぎきみたいにしないってこと処理重要だから,、うん、だからちなみに、えーとね、ここだとそこしか出てないかな、うん、まあまあこの辺もそうなんだけどねここ必ず出願人について出示してるんだけど、うん、で、ね、それ過去もあるのよそういう問題って国際調査機関は国際事務局に国際調査国を送付し国際調査国は出願人に送付するそれで条,条文の規定から「こう小こ竜うこううでもあれだ」とか「バツだ」って言うんですけどそんなこと考えなくていいの。 もうこれって実は答え解けちゃうで手が2本できあの出る場所っていくつかあるんですだそうすればいちいち規定覚えなくてもあ出願人がやる時は手が2本出てるって覚えていれば解けちゃうんですだそうやって覚える量は極力減らしていくぐーっと、うん、PCT はめちゃめちゃ苦労するんですけどもう PCT は考え方さえ分かっていれば実は得点源になります、うん、これ覚えるのは無理だからね、うん、PCT 覚えるなんてそれはもうね無茶無理無謀ですよだからそれはもうその言わないです、うん、理解していきましょう で楽ししんでいきましょう結構,ある、ねあ結構ね、ここの多分これ二重城育てたんだけど、うん、これねこれ何かって言ったらねここ相手の国がねいっぱいあるのブワ私講座の中でこう動くんだけどさ結構私あの皆さんやっぱ眠くなるじゃんこれウェーブとかってあのこうウェーブってかこうさあの見てるとだから極力動くようにしてるんですけど <laughs> あのいつもじゃないけどねうんただからこうさワーっと配るだけで書類をねこれ、はい、は,いは,いは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 いってあ,ちちあっちこっちにであっちこっち配ると疲れちゃうでしょこれ疲れるのはね国際事務局がやるの。 うん、っていう例えば規定があるわけでそれ分かってると実はいくつかの規定が全部一個にギューッてまとまるで一個一個覚えないそうやってあいっぱい出すから事務局だとかあのちなみに事務局ほかね翻訳文作ったりもしますあ翻訳文って事務局だよねとかそういう規定でギューッてまとめていけば覚えることずっとっ少なくなくります、うん、そういう理解をしていくということになりますね。うん まあ今みたいなかなりイレギュラーな理解の仕方なんですけど十分じゃないからねでもやっぱり問題を解けるような知識というのをやっぱり理解していくというのが、まあ、すごく大事かなと思ってますね。はい、なのでまず最初入門講座、ねえー、については、まあ、前回もちょろ前回というかねの前のガイダンスでも言いましたけれどもまず、あ、最初の頃というのは完璧にするというよりかは、まあ、とりあえずイメージをつかむんだというところですね細かい規定にはこだわらなくていいですよということになります。 で実際講義をあの始めていくとなった時に一番大事なことまず大切なことは学習スケジューリングです、うん、しっかりスケジューリングっていうところをまあ作っていただけるといいかなと思います。例えば1週間特許をやるぞとねバーンと決めて、うん、あとはまあここで講義だとかね、うん、1週間のまとめ土曜日にやろうとかそういう形でまあどこで何時間やるかっていうスケジューリングを立てていくと。で入門講座の間はできるだけ学習了していいです。 うん、あの完璧に理解して次行こうなんて思わなくていいですよ。うん、どんどん先行っちゃってください。どうせあとで忘れます。大事なことは私も何回も言うから講座で、うん。自分でもねあれまたこれ言ってなって思うんですけどでも大事だから、うん、大丈夫ですよ。ね、で1週間何コマぐらい1週間何個のね自己自己あの講座を見るとか結構ねなんか配信したらまとめて見ちゃうっていうね、まあ、気持ちはわかるんですけど、まあ、コンスタンスに見た方がいいね福祉とか考えると。うん でまあ、週9時間は見なくてもいいんですけど、まあ、最大で9時間ですかねでこれなぜかというと、まあ、生講義だと9時間の場合があったりするんでまあ6から9とかっていうところで考えてもらえばいいかなと思います。はい、で最初の頃は、まあ、青本これもんとかですね、まあ、青本っていうのがあるんですけどこれちょっと講義の中で言いますけど、まあ、そういうものを活用しながら、まあ、うまく復習をしていくということになるかなと思います。 でね、最初の頃なんですけど学習スケジュリングを立てるのは大事なんですが日曜日予備日にした方がいいですねこれよく言うのは私は、うん、勉強スケジュリング組む時じゃないと疲れちゃう <laughs> 1> で1週間も1週間も頑張って、ね、勉強予定通り終わったら、まあ、日曜日は最初の頃はねちょっと休憩していいかなと終わらなかったらここで調整するそんな形で進めていただけるとよろしいんじゃないかなと思います、はい、なのでまず講座を見る上では、まあ、予習についてということに書いてありますけど ちょっと全部出しようかな、はい <laughs> まあ、こんな必死にやらないとねこんな普通にあちこちやってる人困っちゃいますけどまあテキストをざっくり読むぐらいでいいです。うん。あのめちゃめちゃ調べてとかじゃなくてですからないことを小さくハはてなをつけて、うん、しまうと。うん、要するにもう,もう分かんないぞ要するに予習って何かと言いったら理解をするというよりかはどこが分かってないかを明確にするっていうことですかね。うん。全部理解しようと思わなくていいです。 で,まあ、できればただ講義理解を受ける前に知識ゼロではやめた方がいいです。一旦テキストを読むとかしといた方が、まあ、知識としては理解しやすいかなということですね。はいう大きな道筋を理解すると。もしも時間がなければまず講座始まる前にざっとねタイトルを読んでおくくらいでも違いますから、まあ、テキスト通りやるってことも私もあまりないんですけどあのテキストの読み合わせとかをほとんどしないので。 読書いてあることを読むというのは私は時間がねもったいないのでできれば、まあ、テキストはテキストで読んでいただいて私は講座は講座でまた別の話をして、うん、だからまあ皆さん後でその講座を聞いた上でテキストを読んでいただくとあそういうことなのかって分かるような仕組みにはしていきたいなと思ってますね。で、う、も、ん、その方がねあのもったいないでしょ講座をねテキストを読んで「はいこここう書いてありますね」って。 まあ、まあ、それはそれで、ね、一つの勉強の仕方なんですけど、まあ、私はどちらかというと。まあ、特に入門の間は、皆さんにイメージをしっかり作ってほしいなと。と、うんで。あとは、もう一個は、ゴールを見せる。うん、こんな問題出るよとか、うん。こんな、あの、よし、試験問題出るよとかって、ゴールを見せる。最初の頃は理解しなくていいんです。全然、別に理解をしてほしいと思って言ってるわけじゃないです。ただ、上限ね。あ、ここまでやんなきゃいけないんだなっていうのを、早い段階から見ておいた方が。勉強としては楽かなと思いますので、そういった意味では、結構。 講義中にゴールを見てもらうこといこはしますねは講義についてというところではいまあ分からないってところを中心にあ受講すると、まあ、まあそこは気にしなくていいかなうんだからまあテキストは一度目を通してるって前提の話はしてるんですけどまあまあそんなにね「はいもうこれ分かってるね」なんてういうことはやんないですだって読んだからって分かるわけないもんね、うん、でね分からないって言っていいんだよ皆さんあとで言うんですけど私講座の中でよくツイッターを使ってくださいって話をしています できればでなぜかといったらやっぱツイッターをあの結構使っていただいた方が質問も早いしあとね勉強のペースを、ね、うまく、ね、コントロールできるんですよツイッターって。で別に何ですかねだからその学習のアカウントなんかを作っていただいてこう勉,勉強時間つぶやいていただくと結構その通信ってさ勉強が続くかどうか不安な人もいるわけね。でこれは私の,かの勝手な結論ですけどあの通信に関しては多分通学も通信も続くかどうかは変わらない変わらないです。 あの通学でもやっぱりね心折れちゃう人いますねやっぱりどうしても時間取れなくて通学でも通信でも続く人は続くし続かない人は続かないですねでもやっぱり続けたいじゃないせっかく頑張ろうと思ってるんだか,だからどうするかっ習慣にすればいいで習慣にするためにやっぱつぶやくっていうのが一つのやり方で自分は勉強時間これやりましたこう何時間やったとかそれを定期的に書いたり分かんないことを書いたりとかいうところでその習慣化していくと特にやっぱねツイッターぐらいの短く書くのがいいわけですね ブログみたいな中のこと書く必要ないわけだから、うん、今日は講座聞いたとかさ今日はね選手証券勉強したってそれぐらいをちょこちょこ書いていけばいいわけですね。うん、でその時に合わせてねあのツイッターなんかで、ね、私にご質問いただければ、ね、これっていうのは実は質問していただくこと自体は私は非常にありがたくてやっぱりこういう、まあ、通信でも生でもそうですけど講義をやっていく上で質問されるってことはあそこって皆さん分かってないんだなっていうのがこちらも知るんですね。うん、知るるることとができるってなるとさ 次の講座でままあまあ今年の講座じゃないかもしれないもしくは重要項目とか他の科目行った時にやっぱそこって丁寧に説明するわけよ質問が来てる項目だからあ多分わかんない人いるんだろうなっていう、うん、だから質問した人もわかんないことわかるんだになるし私としても皆さんがわかんないとこわかるようになるし他の人も、ね、説明がそこで詳しくなって同じにわかんなかった人はわかるようになるってことでね結構いいことだらけなの。 だ皆さんとしては、ね、こんなこと聞いたらちょっと失礼かなと思うかもしれませんけどねやっぱ質問する方としてはねそれは気にしなくていいですね、うん、気楽に聞いていただいて、うん、あの結構そこはあの気さくにあのやり取りをしていきたいなと思ってますからあのじゃんじゃんとい聞いていただければいいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、講義に関してはさっき言ったように、まあ、結局どうせ忘れますから、うんまあ、そこはあんまり気にしないでいいですよが全部覚えようとしないと。 だだ今ここまでやってくださいこれをやっててくだささいっっ話はしますでさっきの落とし込みっていうのも最初の頃やっていくとねやっぱり分かんないことだけで不安に思ったりするんですけど解けない問題もあるんで最初の頃はしょうがないですよ条文見ても、うん、だ最初にやった勉強があのいろんな条文が混ざって,ざって過去問で出るからね本試験はだから最初のある A 項目だけやったからといって A 項目の条文にあるから全部解けるからさ解けないです B とか C をやらなきゃ解けない問題が出てきますそれはしょうがないです本試験の問題だからそれもう本番だからね うん、それはしょうがないですよ。はい。っいうことになります。ただから復習についてと。いうところで、まあ講義が終わった後に、何が分かったかを、深くまあ、あの軽く考えてみる。結構これ大事ですね。軽く何やったかな。で、テキストをしっかり読んで、どこがポイントだったか意識すると。まあ、あの復習は二段階でやった方がいいですね。だから、さっき言ったこれ週末なんかはここでしっかり復習をして。講義終わった後ですね。ついては、まあ、数分でいいんですけど、数分で復習してみるということは大事。 でさっき言ったようにまあ可能であればまあこういうですねプラスアルファをやっていただきたいとでここに言ったらこれもここ分かる範囲でまあ落とし込みというのをやっていただくということになりますでこれまた講座の中であのきっちり指示を出しますので、うん、難しいですよかなりやるのはねはいうんで,でも今が分からないのは当然と思ってくださいうんあの分からないって言えるのは受験生の特権ですから私は言うんですけどねあの分からないから皆さん勉強してるんで うん、全然いいんですよ分からないとね分からないのが当たり前ですからね、うん、分かってなったら最初からねあの勉強しないでしょちゃんとね講義出ないよね、うん、っていうことです。で入門講座が終わった後はまっき言ったまあ、重要項目か論文ということで、まあ、要するに、まあ、2つの流れになっていくかなとで最初の頃は、まあ、時間があるうちはその重要項目と論文に関しては、まあ、平行で学習していただいていいかなと思ってます。 英語で学習していただいてよろしいかなと思ってます、ね。で、これなぜかと言ったら、結局この論文書き方講座論文ユニット構築講座っていうところで、論文コレモンというのをちょっと勉強していただきたいんです。で、論文コレモンというのがまあ、前回ね。えっ、ー、ともう一個のガイダンスでもそろっていましたけど、これ論文のパーツごとですね。論文の過去問を勉強していただきたいんですけど、だ論文の過去問を勉強するのは大変だから <laughs> 当然ね。いきなりの分かんないから。 どうやって勉強していいか分かんないから論文の格文をね全部私がバラしてんですバーッと分解してだからこれこの項目聞いてるこの項目聞いてるってただ貼っただけだとわけ分かんないからじゃあこんなレジュメに書くにはどんな問題があったらいいかなっていうので問題を貼ってるっていうそんなイメージですね必ずこの問題だからこの答えってわけじゃなくてどちらかというとここがすごく重要ということになります。 はい、というのが、まあ、これも論文これもってやつですね。で、論文書き方講座で、全体的な論文の書き方を言って。まあ、あの、それぞれの解説は論文ユニット講じ講座でしています。はい。なので、結局この論文これもしっかり活用していただいて、ここを理解していただければ。結局じゃ、あ勉強どうやってやっていくのと、言ったときに。な、五月に担当試験があって、例年ですと七月に論文試験があると。ここで論文の勉強を一気に引き上げなきゃいけないんです。 で言ったような項目だしすなわちこの問題であればこういう項目が出てくるぞっていう力をここで一気に引き上げます合格レベルに。要するに問題を読んでどの部品を使うんだっていう練習をここでするんです。ただその時にじゃあその部品を使うぜこれを使うぞって分かった時にじゃあ何書くのっていうことが分かんないと書けないんですよ論文。だからそのためには基本的な考え方を習得済みである必要があって。 でこれを論文コレモンの勉強はちょっと時間がかかるんでこれは並行でやっていただきたいずっと。論文コレモンをずっっととやっていくとじゃあそれっていつぐらいまでやっていけばいいんですかってなると合格までということで考えていくとこれ、まあ、担当後5月だとしたら、ね、はに例年通り5月だとした場合ってゴールデンウィークぐらい明けからはもう総まとめです。で逆算してきます下歩 条約著作権を不況法というのはまあ逆下三法なんですけどこちらに関しては実はあんまり早くやると忘れてしまうのでそうなんですよ実はこれ。ギリギリで構いませんで例年そんな感じですね私,私の指導は。なので2月とかから始めていただければ結構です。すなわちこの前ですね4法の学習論文論文のやってた勉強を下三法に置き換えるイメージです。 下3本の勉強を始めれば論文の勉強はちょっとお休みしますし逆に下3法始めてなければ論文の勉強をやっていただくとで少なくともまあ1月ぐらいまでは4本をしっかり固めていただきたいとでそこまでしっかり4歩が固まっていれば直前に下3本の勉強時間が結構取れますのでそこで一気に下3歩いわゆる条約著作権を不正競争防止法は一気に力をつけけていただければいいいただればと思います講座の配信はかなり早めに始まるんですけれどもあの見るのは全然1月とか以降で構いません。 でこの辺の内容としては「学習コンパス」っていう形で月1にあの講座がありますんでフォローするそこで一応説明していきますけどまああんまり早めに始める必要は私はないと思ってます。ですね、はい、であとはもう一個もスマートに関しては本当に先ほど言ったように特にやっぱり質問することによって記憶も残りますし、うん、あとやっぱりみんなが分からないか。 今そこはでききるべきなのかやるべきなのかっていうのが分かるかなと明確にそ言いますから私もね、うん、あここについてはできなくていいですよとかこれについてやらなきゃダメだよってことは話をしますからそういった意味では聞いていただいた方がよろしいかなと思ってます。特にまあやっぱスマートコースというのはやっぱりこういういろんなね <laughs> ところを融合的なんですけどこう複合的にまあやっていくっていうのが特殊だと思っていまして。 で実際まあ講座に来てね校舎で質問するって言っても生講義だと週1回ですけど、まあ、ツイッター使っていただければいつでも聞けるわけですし、ね、そういった意味ではまあいろんなあの質問のしかた一応ブログの方から問い合わせっていうところもありますから、まあ、そこを使っていただいてもいいんですけど、うんまあ、とにかくあの気楽に質問していただいた方がまあ勉強としてはよろしいんじゃないかなと思ってますので私も全然そこが好きですから。 うん、あのいただければと思います、まあ、当然ねなんだそうか何聞いてもいいんだってさ一日100個送るぜって,言って、まあ、そうなったら「あのごめんなさい」って言うかもしれないけどね <laughs>、うんまあ、幸い今までそうしたいませんから、はいあのー、ちょっとそこは今後ね、まあ、どうなっていくかということになりますと。はい、で最後に、えー、とちょっと時間が来てしまいましたんで、えー、と1点だけ。 えと選択科目の話だけして終わりにしたいと思います。まあ、ちょっとスマートコースは違うんですけど、せっかくですから。えー、選択科目に関しては基本的にはえと理系科目の方は理系科目を選んでいただければよろしいかなと。あの免除じゃない方ですね。で、あの選び方としてはこれもね、一つはま自分まあ理系科目分かる人選べるの。で、えっ、ー、とね一つの判断基準として東京町のホームページから過去問をダウンロードして自分で回答が作れる本を調べてね。 ののでであればその科目で受ければばそ科目受けいいいと思いますだ年内とかに、えー、と選択科目の回答を作っとくというのが一つの勉強の仕方ですね。うん、でそうじゃないよということであの理系科目は選べないという方になるとちょっと難しくなってくるんですけれども、ね、理系科目が解ける人は該当する科目と。でやっぱ解けなければ、まあ、民法の学習を早い段階ということですね。 で民法も嫌だというご相談も時々いただくんですけど、えーとまあ、自分の中の知ってる範囲だと情報理論っていう科目があります。で情報理論は簡単に言うと、えー、高校の確率ですね確率の計算を、まあ、ちょっとだけ高度にしたような感じですかね、うん、のもので,で本屋さんとか図書館に行くと情報理論っていう本があります薄い本でありますよ。で1冊それを見ていただいてあの、まあ、できそうかなっていうのであればそれを選んでいただくのも結構かなと出る範囲がそんなに広くないので。 あの割と全然のただまあ数学をさっき言った確率レベルは使うのでそこも全然嫌だともう数学なんていうのは全然もうやりたくもないっていう人は情報理論は厳しいかなと思いますそうじゃなければ情報理論というのは一つの手ですねなのでまあちょっと本屋さんとか図書館とかで見ていただければよろしいかなと思います。はい それからあと免除の狙いということも可能性は考えられまして、まあ、情報処理、えー、技術者ですが、ね、やっぱり応用情報が一般的ですやっぱり選択科目免除を持っている方がかなり有利です精神的にもねやっぱり有利ですし、まあ、特に応用情報に関しては、まあ、持っておけば当然合格後に有効,で有効に使えるというか、まあ、当然メインリッシュとして、まあ、資格試験として応用情報を持っているということであれば、まあ、それは特許に限らず、まあ、有利ではありますから持ってて損ではないです。 そういった意味での、まあ、免除狙いっていうところですかね一応秋に試験がありますから秋の試験で十分間に合いますからね10月の第3日曜日ですなので、まあ、そこを狙っていただければよろしいんではないかなと結構文系の方でもあの自分の受講生でも受けて受かっている方はいます、はい、なので、まあ、どうしてもという方はあの免除資格ですか免除狙いで、えー、応用情報ですねを受けるってことが一般的かなと応用者被害の資格試験はかなり難しいですあの応用情報プラスアルファになってしまうので だネットワークの技術者の方は電気通信主任技術者っていうのがあるんですけど、まあ、あのちょっと難しいので記述がないんでマークシートだけなんですけどだちょっと難しいですね。プロバイダーが持っている資格なんですけどはい、ということになります。ちょっと長くなりましたけど、まあ、そういった形で、えー、ともしねよろしければ一緒にスマート攻略コースねご利用いただいて便利試験に是非ね合格を目指して頑張ってやっていきたいなと思いますのでね一緒に頑張っていきましょう。 はい、えー、というところで、えー、今日は時間になりましたのでこれで終わりにしたいと思いますぜひねあの講座で会う機会がありましたらね、えー、よろしくお願いしますというところで頑張っていきましょうじゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います皆さんどうもお疲れ様でした